ポール・マリー・ギスラン・オトレは、作家、企業家、空想家、法律家、平和活動家である。彼は、情報学の父と言われる複数の人物の一人だと、みなされている。オトレ自身は、情報学をドキュメンテーションと呼んでいた。オトレは、ファセット分類法の最も有名な例の一つである、国際重心分類法の発案者として知られる。オトレは、 ヨーロッパにおける標準的なアメリカ式35インチ情報カードの広範な採用において功績があり、このカードは最近まで世界中のほとんどの図書目録で使われていたの出現によって取って変わられてしまったが、オトレは世界の知識をいかに収集し、組織するかということに関するエッセイを数多く表した。それらはトレイトでドキュメンテーションとモンド、 s i d ウナバースリスムという2冊の本にまとめられている。1907年には大規模な国際会議に続いてアンリ・ラ・フォンテーヌとオトレは国際連盟の中央事務所を設立した。これは後の1910年に国際学会連合となり、現在もブリュッセルにある。オトレらは当初世界宮殿と呼ばれた。 世界諸紙編纂のための国際センターをも設立し、それは後に彼らが所属する様々な組織や機関のコレクションや活動を収めるべく、ムンダネウムと名が改められた。オトレは理想主義者、平和活動家でもあった。国際連盟と国際連盟の下の国際知的協力機関において具体化された国際主義の政治的理想を推し進め、 同僚のラ・フォンテーヌと共に、情報の地球規模での拡散と、国際組織の創設によって出現しつつあった、新たな、世界国家を実現すべく努力した。1868年8月23日、オトレは、ベルギーのブリュッセルで生まれた、エドワール・オトレとマリア夫婦の長男である。彼の父親、エドワールは裕福な実業家であり、 世界中の路面電車に関する商売をしていた。1871年、オトレ3歳の時に母親が亡くなった。母親の関係で、オトレはバンモンス一族の豊かな家族と、ベルギーの最も重要な詩人、エミール・ベルハーレンのベルハーレン一族に関わっていた。11歳まで、オトレの父親は彼を学校から離し、家庭教師を雇った。その結果、彼は、 教室が息苦しい環境であると信じていた。子供時代、オトレは友達が少なかったので唯一の弟モーリスとよく遊んでいた。そして彼はすぐ本や読書が好きになってきた。6歳の時、父の財産に一時的に陰りが見えたので家族全員はパリに引っ越しした。11歳の時、オトレはパリのイエズス会の学校に3年間通っていた。それは 彼が初めて学校に行った経験だった。その後、ポール・オトレの家族はブリュッセルに戻り、ポールもブリュッセルにある有名なサン・ミッシェル学院の付属高校で学んでいた。1894年に、ポールの父親はカトリック党の元老院の議員になった。父親は有名な植物学者、ジャン・ジュール・リンデンの娘、バレリー・リンデンと再婚し、二人は子供5人を設けた。 バレリー・リンデンと結婚している間に、家族は休暇や父親の仕事の関係で、イタリア、フランス、ロシアに旅行に行った。オトレは、ルーバン・カトリック大学とリブレド・ブルッセル大学で教育を受けた。1890年7月15日、彼は法律の学位を取得した。1890年12月9日、オトレは、彼のコ、フェルナンド・グローンと結婚した。 彼は父親の友人の有名な弁護士、エドモンド・ピカールのところで初期の仕事をしていた。しかし、オトレはすぐに自分の法律関係のキャリアに不満になった。一方、諸子学に興味を持つようになってきた。彼の最初の作品は1892年に書かれた諸子学についてというエッセイであった。その中で彼は書籍が情報を保存する方法として不十分で、 あるという信念を表明した。その理由は書籍の中に含まれる事実の配列はこの部分の著者により勝手に決められたものであるため個々の事実を見つけるのが難しい。より良い保存システムは情報の個々のまとまりを含むカードとなる。このカードはすべての分類と連続を閉じ込む操作をできるようになるとおとれのエッセイで書いた。さらに、 これらのデータまとまりのすべての分類できる知識の非常に詳細な相関のアウトラインが必要である。オトレの経歴は1891年から本格的に始まった。この年にオトレは弁護士アンリ・ラフ・フォンテーヌに会った。二人とも諸子学と国際関係に対し興味を持っているので親友になった。1892年、彼らは 様々な社会科学に関する参考文献目録を作ることをベルギーの社会、政治学会に委託した。彼らはこれを完成させるまで3年かかった。1895年、彼らは1876年に発明された図書館の分類システム、留意重心分類法を見つけた。以前おとれの想像のように事実の分類を乗り越えるために、 彼らはこのシステムを拡大することを決めた。彼らはこのシステムを変更する許可をもらうために、デューイ重心分類法の作成者、メルビル・デューイに手紙を書いた。彼は、オトレラのシステムが英語に翻訳されない限り、合意した。彼らはその後すぐに、この拡張の仕事を始めた。この間に、オトレと妻は二人の息子、マルセルとジャンを設けた。 1895年、オトレは国際書士協会を設立した。後に国際情報及びドキュメンテーション連盟に改称した。オトレの経歴には国際的な書士データベースや百科事典の作成、国際的な図書館及び博物館の設立など多くの国際的な共同活動が含まれる。世界書士目録の活動の一環として作成された。国際書士協会は、 知識を体系化しようとする百科事典作成の試みや知識の統合を通じて世界平和を発展させるという思想に影響を受けて設立された世界中すべての分野の学術文献の書士情報を把握することを目的に設立された機関である。国際書士協会の書士活動は第一次世界大戦が始まりブルッセルにドイツ軍が進行するまで続けられた。 世界書士目録は35インチ四方のインデックスカードのコレクションで1895年の終わりまでに世界書士目録に収録されたインデックスカードの数は40万枚に成長し1942年には1560万枚に達した。インデックスカードは当時の世界の有力な図書館の差し台目録や個人、学教会、 図書館が刊行した書誌を収集し、それらを書誌的な単位に分解してカードに貼り付けることによって作成されたが、対象はそれらの著者ファイルや件名ファイルなどの単なる書誌情報にとどまらず、1905年には資格資料を扱ったイメージファイル、1907年には新聞の切り抜きやパンフレット、国際書誌協会宛ての手紙などの全文ファイルも対象となった。 オトレは文献のページや段落、文章などの部分も書誌的な単位であると考え、それらの部分を作品付けて分類した。このアプローチはモネグラフックプリンシプルと呼ばれている。このオトレのアプローチでは本を構成する様々な構成要素はインデックスカードに分割されており、結びつきのない状態で存在しているが、探索を行う際には取り外しが可能な留め具や、 連結棒などの方法によって、すぐに結びつけることができるという特徴を持っている。著者順と分類順の2本立てにより、インデックスカードは管理された。インデックスカードの分類には、初期は、留意イ重新分類法が、後に、オトレトラ・フォンテーヌが作成した、国際重新分類法が用いられた。国際重新分類法は、1904年に、出版作業が開始され、 最初の版は1907年に刊行された。オトレトラ・フォンテーヌの独創的な点は、図書館目録や書書編纂という従来の技術を文献という単位を起点にして、国際的な文献システムあるいは情報システムを作り上げたことであるが、国際重新分類法は文献という情報単位を処理するための体系として考案された。現在でも国際重新分類法は、 英語圏以外の多くの図書館や書誌サービスで利用されているほか、BBC アーカイブスなどの伝統的な図書館や書誌サービス以外のいくつかのサービスでも利用されている。オトレは1856年に世界書誌目録を利用して検索質問に対して手紙や電話で回答したり、質問者に適切なインデックスカードのコピーを送付する有料の質問回答サービスを開始した。 このサービスの利用者には探索結果が50件以上になるような検索質問を送らないようにという注意が促されていた。1912年までにこのサービスは年間1500件以上の検索質問が寄せられ、インデックスカードの年間コピー枚数も1万枚を超えるようになった。研究者のアレックス・ライトはこのおとれのサービスをアナログ検索エンジンであると述べている。 オトレはブリュッセルの国際書士協会にある世界書士目録の複製を作成し世界中の主要都市で閲覧可能にするという構想を持っていた1900年から1914年の間に世界書士目録の完全版の複製をパリやワシントン DC、リオデジャネイロなどに帰宅する試みがなされたしかし膨大なインデックスカードの複製や輸送は 困難を極めたため、数十万枚以上のインデックスカードを帰宅できた都市はなく、このおとれの構想は実現しなかった。1906年、彼の父親であるエドゥアールの式が近くなって事業が立ち行かなくなってきたこともあり、ポールは実の弟と5人の異母兄弟で、オットーレッドフレイルという会社を設立し、鉱山や鉄道を含む事業の経営を目指した。ポールは、 諸子編さんの仕事に没頭していたのにもかかわらず、会社の社長になった。1907年に、エド・アールが亡くなると、家族はすべての事業を維持しようと奔走した。1908年4月に、オトレと妻は離婚手続きを開始した。オトレは1912年にファンナダー・ハッセルトと再婚した。1913年、ラフォンテーヌは、ノーベル平和賞を受賞すると、 その賞金を資金困難に陥っていたオトレと自身の諸子編産事業に投資した。オトレは1914年初めに米国に赴き、米国政府から追加の資金を得ようとしたが、第一次世界大戦の勃発でその試みは断念せざるを得なくなった。オトレはベルギーに戻ったが、間もなくドイツによってベルギーが支配され、国外へ逃れた。 戦争中のほとんどをパリとスイスの各地で過ごした。彼の息子二人はベルギー軍で戦い、一方のジャンはイゼールの戦いで亡くなった。戦争中を取れば平和をもたらす努力をし、また将来の戦争を回避するような複数国の組織を創設しようとした。1914年、ラフィンデラ・ゲールという大の本を出版し、そこで国際連盟の基礎として、 世界人権検証を提示した。1910年、オトレとラフォンテーヌは初めて知識の都市の構想を描いた。もともとオトレはその都市をパレモンディアルと命名しており、世界中の情報の中心的なリポジトリとして役立つだろうと考えていた。第一次世界大戦が終わった直後の1919 19年にオトレとラフォンテーヌは、 世界都市のプロジェクトのための場所と資金を提供することが自国に国連本部を置くというベルギーの企てを支持するのに役立つと主張して世界都市のプロジェクトのための場所と資金を提供するように政府を説得した。彼らにはブリュッセルにあるサンカントネイル公園斎翼にあった政府建造物が与えられた。その後彼らは 世界諸子目録を増強させるためにスタッフを雇った。1922年に世界宮殿はジョルジュ・トゥニス首相の政府からの支援の不足により閉鎖されてしまったがオトレとラ・フォンテーヌのロビー活動の後に再開された。オトレは1924年に世界宮殿をムンダンで生むと解明した。世界諸子目録は着実に進展し、 1927年にはインデックスカードが1300万枚にもなり、最終年の1934年には1500万枚以上に及んでいた。インデックスカードは特注のキャビネットに収められ、国際重新分類法に従って作品付けされていた。コレクションは別の部屋に収められるファイルや画像も含むようになり、これらの資料についてもインデックスカードによって目録が作られた。 ムンダネウムは最終的に10万件のファイルと何百万件もの画像を含んでいた。1934年にベルギー政府によるプロジェクトへの資金が再びカットされ事務所は閉鎖された。オトレは閉鎖された事務所の外で徹夜をすることで抗議をしたがその会はなかった。しかしドイツがベルギーに侵攻した1940年までコレクションは 事務所内に手をつけられないまま残されていた。ドイツ軍によって、第三帝国の美術品のコレクションを保持するために、ムンダネウムの地区が接取され、その過程でムンダネウムの相当量あるコレクションが破壊されたため、オトレと彼の同僚らは、ムンダネウムの新しい本拠地を探すことを余儀なくされた。レオポルドパークにある大きいが老朽化した建物が新しい本拠地となり、 オトレの死後の1972年に、そこから移動せざるを得なくなるまで、そこで彼らは、ムンダネウムをできる限り最高を制した。世界都市、ザワールドシティ、または、サイト・マンディオレイは、世界の主要な機関をすべて集めた全世界の展覧会のような都市という、オトレが考えた、理想郷のビジョンである。世界都市は、他の世界へ知識を発し平和及び世界的な協力を、 構築するると考えられる国際機関専用の理想郷の都市を設計するというオトの考えは同時代の1913年に出版された在米ノルウェー人彫刻家のヘンドリック・クリスチャン・アンダーセンとフランス人の建築家のエルネスト・エブラールによる世界コミュニケーションセンターのための一連のボザール様式構想から主に着想を得ていた世界都市の設計について オトレは数人の建築家と共同した。このようにして世界都市の全体の設計は展開していった。最も入念に作られた計画はルコルビュジエによるムンダネウムと世界都市の計画であり、1931年にジュネーブの国際連盟の建物の隣のテルフューレンに建設することが計画された。1933年にはビクター・ブルジョアが 王立中央アフリカ博物館の隣に、また再びルコルビュジエは、アントワープの左岸に、1935年には、モーリス・ハイマンスが、ワシントンの近くのチェサピークアに、また1941年には、スタニラス・ヤシンスキとラファエル・デル・ビルが、アントワープの左岸にそれぞれ計画をした。これらの異なる計画の中でも、世界都市のプログラムの所要素はいくらか固定されていた。 それは、世界美術館、世界大学、世界図書館を呼び、ドキュメンテーションセンター、国際的な教会の事務所、大使館、オリンピックセンター、住宅地区、公園を含んでいることであった。オトレは、新しいメディアが発明されるとたびに、それを未来のネットワーク化された知識ベースという考えの中に組み込んでいった。1900年初頭に、オトレは、 ロバート・ゴールド・スミッツとという技術者と共にマイクロフィルムに書紙データを保存することを考えた。この実験は1920年代まで続き、1920年代終わり頃までには同僚たちとマイクロフィルムに全体を印刷して百科事典を作ることを考えていた。これはムンダネウムに所蔵されたエンサイクロペディアマイケラ・フォータカ・マンデイニアムとして知られている。 1920年代から30年代にかけて、オトレは、ラジオとテレビについて、情報伝達の別の形のものとして書いる。1934年のドキュメント条約では、次々に素晴らしい発明が、ドキュメンテーションの可能性を大きく拡大してきたと書いている。同じ本で彼は、感情、味覚、匂いを伝えるようなメディアがやがて発明されることと、 理想的な情報伝達システムが彼の言うところの感覚、認識ドキュメントのすべてを扱うことができるようになるだろうと予言した。オトレは知識と平和を推進するための国際的な協力に対して確固たる信念を持っていた。アンデラ・フォンテーヌと共に1907年に設立した国際学会連合は後に国際連盟や国際連盟の知的協力機関を経て さらにユネスコに発展した。1933年に、オトレは巨大な中立世界都市をベルギーのアントワープ近くに建設し、大恐慌によって膨れ上がった失業者を雇うことを提案した。オトレは1944年、第二次世界大戦が終わる直前に亡くなった。彼の中心的なプロジェクトであるムンダネウムは閉館し、すべての資金源を失った。 オトレの研究者の W. ボイド・レイワードによると、オトレがベルギー政府と学術コミュニティの支援を失い始め、彼のアイデアが大げさで焦点が定まらず、時代遅れだと見られ始めた後に、最初の世界大戦は、オトレがそれまで注目すべき成功とともに役割を果たした知性と社会政治的な時代の終わりを示した。第二次世界大戦が勃発する中で、 おとれの情報科学の領域への貢献は、バネバー・ブッシュ、ダグラス・エンゲルバート、テッド・ネルソンのようなアメリカの情報科学者や、性もあるベッキのような情報の組織化の理論化のアイデアが普及するにつれて忘れられていった。1980年代の初め、また特に1990年代初期のワールドワイド、ウェブの発展の後、おとれの知識の組織化、情報技術の利用、 グローバリゼーションへの洞察や理論への新しい関心が生じた。彼の1934年の集大成トレイトデ・ドクメンテーションはベルギーのセンターでレクチャーアップブレイクデラコミューノーテフランセイズによって1989年に復刊されたもまだ英訳されていない。1990年に W. ボイド・レイワード教授はいくつかのおとれの文章を英訳した。彼はまた オトレの電気を出版し、ロシア語、スペイン語に翻訳した。1985年、ベルギーの研究者、アンドレ・コロンは、ムンダネウムを、オトレと、ムンダネウムに関連した人のために捧げるアーカイブとミュージアムにするように再建する可能性を提案した。彼のアイデアは当初ベルギーのリエージュに収蔵されていた。コンニーは、他の人の相当な助けを受けながら、 ついに1998年、ベルギーのマンズに新しいムンダネウムを開設した。ミュージアムはまだ運営されており、オトレとアンリラ・フォンテーヌの個人的な論文や、彼らが作った様々な組織のアーカイブが、ベルギーの近代史にとって重要なその他のコレクションと共に入っている。オトレ研究者の W ・ボイド・レイワードは、オトレの考えは注意深い研究や科学的方法を通して、 世界の客観的な視点を得ることができると考える19世紀や実証主義哲学の成果であると書いた。レイワードによれば彼のアイデアは彼の文化性や知性を第一次世界大戦前のベルエポック時代の文化的革新に置かれている。オトレの文章は時に現在のワールドワイドウェーブを予見していると言われることがある。彼の知識の巨大なネットワークのビジョンは 文書に集約されており、言葉は違えど、ハイパーリンク、検索エンジン、リモートアクセス、ソーシャルネットワークなどの考えを含んでいる。1934年、オトレは、レイディーテッドライブラリーと呼ぶビジョンの中で、このコンピュータやインターネットのビジョンを展開した。そのビジョンのビデオへのリンクがある、h t t p ュ w w w y o u t u b e c o m w a t c h V イコールハジーフスコーベガーシー英語の記事の翻訳を基本にして過失。フロム EN10 時6分05時ライン2012アトック。ありがとうございます。